はい、お疲れ様です。山です。メタルギアソリッド 3HD エディションやっていきます。まずは飯食っとこうか。スタミナがね、うわ、来たね、これ。捨てらんないんだよね。ダメか。恋してほしいんだけど。やり方あんのかな？食っちゃうもんね、丸ボタン押すと。レーション。レーションは腐らないんだっけ？あ、ここで、いけるわ。結構いけるな。あ、ほんと。キノコ捨てて、いや、腐ってるアイテムは、これはこれでね、いやー、どうだろうな。このゲームいろいろやれることがあるんですけどもね。まあ、通常状態だと腐ってる食べ物は誰も食ってくれないんですけど、まあね、頑張れば食わせられることもできるんで、そういう時用に残しておいてもいいかなとも思ったんですけどね。割とこういっぱい手に入りそうなんで、腐ったアイテムはね。うわぁ、ちょっと待って、こういうのもあったんだ。押すのってさ、なんかできなかったっけ？こうじゃなくて。あー、あった。あったわ。うわ。三角ボタン、あ。フェイスペイントゾンビだって。三角ボタンだわ、貼り付いて。あっちにもある。こういうのもね、使って。いろいろ仕掛けは用意してくれてるんですけどね。青。オッケー。じゃあ行きましょう。これも壊す。おー、違う違う違う。割れたりできんじゃない？あー、細かいよね。じゃあ行きましょう。おっと。ん？で、なんだっけ？何するんだっけ？なんか変装服もらったよね。山猫部隊を完全に撃退したようだな。ああ、ではソコロフの救出へ向かってくれ。エヴァが言うにはまず北にあるクレバスから。信用していいのか？なんだって？エヴァは KGB の人間だろう。彼女の情報を信じていいのか？彼女が罠を仕掛けていないという保証は。スネーク、エスピオナージに保証などありゃしない。あるのは計算だけだ。今の時点で KGB が我々を裏切るメリットはない。だから信用できると？裏切る可能性は少ないだろうということだ。もちろん彼女の言ったルートはこちらの情報と照らし合わせて確認した。なかなかよくできた侵入経路だ。敵の警戒網の裏をうまくついている。問題はないだろう。エヴァが示したルートに従って作戦を進めてくれ。分かった。まずはクレバスから洞窟へ入るんだ。クレバスは北にあるという話だろう。北へ向かってくれ。おい。すげえな。今こう任意で無線入れたんですけども、しっかりこうね、会話になってたというか、ね、なんか指示くれたんで、面白いね、やっぱ。メタルギアはね、3がやっぱなんか、うわ、ヘビ、異色なんですよね。面白いのは面白いんですけども、他のね、メタルギアも。3だけなんか別格なんでしょうね。なんだろうね。何が違ったのかな。自由にやってくれとでも言われたのかな。やった結果めちゃくちゃ面白いみたいなね。やれた？やれてないだと？嘘。オッケー。ガビ、あー、いっぱいあるんだ。ちょっと待って。ん？カエルも置いてる。すげえな。ちょっとこれ見てみようか。ヘビ。インドガビアル3つある。あ、ちょっと待って、なんか説明文が違うね、やっぱ。あー、そっかそっかそっか。あ、味しか書いてないけど、まあまあ、そうだよね。どっから行くんだ、これ。いや、覚えてないんだよな、全然。カエルだ。これいけんの？うわぁ、ちょっと待って、これいける？すげえな。避けつつってこと？あ、泳げる。あー、これヒルじゃない？今の。めっちゃ食いついた音してるけど。もっと早く行けない？あ、よし、ちょっと待って。あ、立てた。ヒルがついたよね、多分。早く。早く。で、ヒルがいるとどうなるんだっけ？なんかどうにかなっちゃうよね。あー、スタミナが減り続ける。葉巻に火をつけて押しつける。あー、なるほど。死がね。これどうなんだろうな。プレステ3のあれかな。めっちゃモザイクかかってるように見えたんだけど。難しいか。スネーク、聞こえる？エヴァか。ええ、お待たせ。無事着いたのか？誰にも見られてないわ。君はボルギンのそばにいるのか？そばもそば。ザボスは？ええ、彼女も近くにいる。気をつけろよ。ありがとう。ザ・ボスとは気が合うの。同じ亡命者同士ね。どうして亡命を？俺には考えられない。国を売るなんて。ザ・ボスのこと？なぜだ？君はアメリカで生まれ育ったんだろう。そうよ。小さな田舎町でね。他の国や異なる文化や考え方が存在するなんて思いもしなかった。NSA で働くまではね。ある日、これまで当たり前だと思っていたことが信じられなくなった。何を見た？何を知れば亡命を考える？信じないわ。教えてくれ。宇宙を見たの。宇宙？本当の宇宙ではないわ。膨張界での宇宙。そう、私は地上の重力に縛られていた。それだけ。人も国も環境で変わる。時代で変わる。ザ・ボスも似たようなことを言っていた。この国とアメリカでは何もかもが違う。でもそれは立場が違うだけ。見る角度が違うだけ。こっちに来て分かったことがある。今まで伝えられてきたことの半分は根も葉もない嘘で、残りの半分は利用するために作られた嘘。真実はどこに？嘘の中に隠れているの。君も嘘を？どうかしら。嘘でも本当のように振る舞うように訓練されている。それはあなたも同じでしょ？いや、俺たちは嘘であっても信じなければならない。それが任務であれば。覚えておくわ。何かあれば無線連絡して。周波数は 142.52 よ。じゃ。なるほどね。ちょっと待って、これを教えてくれてんのかなと思ったんですけど。これなりこだよね。この張り巡らされてるこの。これ関係ないかな。多分音がね、ガランガラン鳴るんじゃなかったかな。か、なんか丸太が突っ込んでくるのかなと思ったけど。危ない危ない。なんだあれ、いっぱいあるけど。うわぁ、ヘビいる。ちょっと気になるな、あれ。よし、あ、シュッ。ここで撃てる？撃てるね。ちょっと待ってね。あー、ヘッドショットで一発か。オッケーオッケー。ちょっと待って、来た。ヘビじゃない。あ、魚もいる。あ、やべ、沈んでく。まだまだまだ、いっぱいあるな。あ、違う、難しい。見えない。おっと、どこだ？あ、見えない。わかんなくなっちゃった。どこだ？あれか。もういいや。じゃあ、漁をしに来たわけじゃないんだ、俺は。あれ、どこだ、今。あ、あれか。これは、あー、ロープ伝っていくんだ。スタングレネード。バレット。ロープ伝ってここに行くと。あれもロープから来る。あっちから来るんだ。あっちはじゃあどうやって行くんだ。難しい。一周してみようか、もう。いっそのこと。やべえ、めっちゃ吸い付いてる。え、ヒルが。こっから登れそう？登れないね。え、ダメだ、これ結局戻っちゃうな。まあ、いいか、向こう岸から多分来れると信じよう。急いで帰ろう。はい、じゃあ行きましょうか。ヒルがめっちゃ吸い付いてたんで、取りましたと。で、スタミナがめっちゃ減ったんで、食うか、これ。結構いけるな。おー、いいね。で、これ、匍匐で抜けようか。オッケーオッケー。どうだろうな。まあ、さっきの湖になんか行けそうな場所あったんですけど、この、さっきのとこからは行けなかったんでね、多分こっち側から回ってくるんじゃないかなと思ってて、だからまあ進むんですけども、これは危ないよね。めっちゃバチバチ言ってるもんね。で、こういうのは多分エヴァに聞いた方が良さそうだけど。スネーク、気をつけろ。その鉄条網には電流が流されているようだ。触れると感電するぞ。乗り越えるのは不可能だろう。はい。スネーク、そこにある鉄条網には高圧電流が流されているわ。鉄条網に触れると感電するわよ。気をつけて。電流が流された鉄条網か。別のルートを探さなければならないな。その必要はないわ。必要ない？ええ。電流を使った鉄条網は阻止効果は高いけど、メンテナンスに手間がかかるのよ。野生動物が飛び込んだりしてよく故障するらしいの。けれど人手が足らなくてなかなか修繕できないって話を聞いたわ。鉄条網の下部をよく見ればどこかに穴が開いてるはずよ。そこを匍匐でくぐり抜けて。了解。あれか。見づら。多分これじゃない。いやー、違うな。これか。多分これじゃないの？ね。まあ、故障してるっていうよりは、小動物が穴掘ったって感じだよね。なるほど。で、ここも、か。ん？ちょっと待って、地雷あるんだけど。うっそー、ここで使うんだ、地雷探知機。持ってない。装備も変えようか、一応。こんないらないんだよね、いろいろ。マイクいらないし、スタングレネードもなぁ、一応いるか？ AK はいらないでしょ？で、そうだ、重量によって確か変わるよね、スタミナの減りが。これなんだ？あー、あれか。死が、モーション、アクティブソナー。これいらないかな。で、なんだっけ。マインデトネーターだ。違う違う。ディテクターかな。OK、地雷探知機持ったん。うわぁ、これ意味なくない？いやまあ、この時代にしてはまあそういう、こんなもんなんだろうけども。そうだね、まあ、仕方ないか。で、これあとは、補服で回収できるかだけちょっと確認。うわ、ここにもあったんだ。よく避けたね、俺。どうしよう。ああ、回収できる。よかったよかった。ここら辺はなぜかメタルギアの、そういうもんなんですよね。補服をすれば、クレーマー地雷が回収できちゃうという、ことみたいですね。前から行っても後ろから行ってもね。おー、ワンちゃんいる。ワンちゃんって、やったらなんか意味あるのかな？多分殺害したら、怒られるんじゃなかったかな？で、そうだね。こっちから戻れ、ああ、ここにもあんのか。マジか。さっきの湖の行けなかった場所に行けると思うんですよね。こっちから行けば。OK。めっちゃあるじゃん。OK。で、これは？あ、ここが空いてんのか。OK。最高。違う。で、ここはまあ地雷ないか。ここがさっきの湖で、そこにロープを伝っていける場所があるんで、行きたいんですけども、ここから行くのか。登ってね。こっちは？なんでもないのか。あ、でも。グレネード、バレット、オッケー。水中に沈んでるけど、使えんの？じゃあ上登っていこうか。メールどうやるんだろう？ちゃんと知らないんだけど。あ、これでいいのか。ちょっと待って、これ、スタミナあるな。器用だね。一応マックスにしていきたいんで、インドガビアル、説明聞いてからにしようか。アロワナをキャプチャーしたのね。アロワナは熱帯の淡水域に住む古代魚よ。大きな魚だから生け捕りにはできないと思うわ。古代魚はいわゆる生きた化石。デボン紀やジュラ紀の昔から形態が変化していない魚のことよ。アロワナの他にもシーラカンスやチョウザメ、ナイフフィッシュなんかが古代魚として知られているわ。地球上のほとんどの生物が多様な進化を見せているのに、何億年も同じ形を保ち続けてるなんて不思議よね。そうだな。どうでも良さそうね。そんなことはない。古代魚には興味がある。どうして？古代魚はでかいんだろう？食べがいがありそうってこと？ああ、で、どうなんだ？資料によれば、それなりに美味しいらしいわ。そうか。ねえ、こういうとこの魚って寄生虫やばそうなんだけど、ねえ、焼いて食いたいよね、できれば。食べてみようか。ああ。うん。ああ、そんなもんなんだ。でこれ前というか、ずっとこう、初見プレイ時も思ってたんですけども、昔ね。食うじゃないですか。食い切らないんですよね、スネーク。ちょっと待って、これ。大丈夫かこれ、エルードキャッチじゃないといけないやつかな。うわ、下めっちゃいるんだけど。だよね。エルードキャッチ、まあ、エルードした状態から、×ボタンでね、離すことができるんですけども、手をね。で、そこからさらに三角ボタンを途中でね、押すことで、エルードキャッチって言って、まあ、次のね、ロープに、手すりに渡ることができるっていうテクニックですよね。クロキャップ、あクロコダイルキャップってことそういうことでしょはい。あ、ここなんだ。これどうなんだろうね。バレなくなるとか関係ない。いや、あくまでも敵兵士よか。なるほど。そうだよね。だから水中に一旦逃げてあれを被れば、バレないとかそういうことじゃないの？殺傷はしない方がいいよね。人はね、兵士はある程度やった方がいいと思ってはやってるんですけども。あ、人が。どこだ？人いるの？ん？人が反応したぽかったんですけどね。上から。来てるね。あいつか。OK。で、こっから犬がいるのか。プラス地雷も注意しつつだもんね。兵士が2人いる。奥にも1人。で、これは、どうしようかな。一旦、当てといて。OK。これは、ローリングで抜けろってこと？危なくない？やってみる？大丈夫だ。あ、ケロタンがいる。見えちった。なんか持ってない？スモーク。スタン。めっちゃ持ってんな。これなんだ？サーマルゴーグル？いっぱい持ってんな。ほら。ケロタン撃っとこうか。あ、これ音。あー、鳴る子があるね。上行けないんだよね。あっちから来るのか。これはなんだ？これもカモフラージュかな。だったら取っときたい。あんま時間かけるとね、復活しちゃうんでみんな。ゆっくりはしていたくないんですけども。まあ、あれ取ったらさっさと行こうか。OK。よし。ユニフォーム、スプリッター。カモフラージュで、強化されるとかあるかな？身体能力的なね。関係ないな。いや、なんか足速くなるのかなとか思ったんですけど、特に、そういうわけでもなく。弾。どうしようか。次こっちから行ってみようか。今左側から来たんでね。で、なんかサーマルゴーグルみたいなの手に入れてなかった、俺。違うか。うわ、めっちゃある。グレネードか。はいはい。ちょっと待って、あっちからも来れんのか。で、ここか。一応あいつやっとこうか。オッケー。あ、いっぱいいるな。あいつもやっとこうか。うわ、見づら。うわぁ、反応しちゃった。どっから来るんだそれだよね。危なっ。危ない危ない。あ、股間に当たった？もしかして。かもしんないね。オッケー。なんとか、やり過ごせましたね。まだ？これでいいのかなこんなん、あ、横にいるんだけど。さあ。これで抜けられるけど、あっちもいる。でもやっちゃうか。OK。あ、ちょっと待って。サプレッサーなくなっちゃったね。はい。まあ、いろいろ見とこうか。通信室。先に、全員やれたかどうかほんと確認してからにしようか。じゃないと、怖い。あ、ネズミか。わかんないんだよね、ネズミか。人かの、どうかが。あ、やべやべやべ。オッケーオッケー。こいつだけだったね。危ない危ない。はい。いやー、どっちがいいかな。こっちの方がいいかもしれないね。アクティブソナー。わかんなかった、今。全然。で、今の兵士で多分最後ですね。音がして反応がなければ、もういないっていうことだと思うので。ん？ケロタン。ちょっと多くね？この回収タイムがね、楽しいんですよね。はい。じゃあね、回収というか、いろいろ処理していきましょうか。で、今からやる処理が、なんだろうな。まあ、このあたり一帯の弱体化を狙ったものですね、兵士の。一応聞いてみるか。少佐、どうした？ヘリポートに例の武装ヘリが駐機している。例の武装ヘリ？ああ。バーチャスミッションでシャグホッドを奪っていったやつだ。MI8 ヒップの武装バリエーションか。いや、似ている部分もあるが、全体的に形が違う。スタブウィングがついてるし、コクピットの形も角張ったグリーンハウスのようだ。なるほど。そいつはどうも新型みたいだな。最近ソ連で空飛ぶ歩兵戦闘ビークルが研究されているという情報を聞いたことがある。それだろう。空飛ぶ歩兵戦闘ビークル。ああ。輸送能力を兼ね備えた兵員輸送ヘリだ。フランスの AMXVCI やソ連の BMP みたいな武装兵員輸送車のヘリバントを持ってくれればいい。その試作先行型の実地試験が行われているんだろうな。ヒップよりも小ぶりな後継機。差し詰めハインドというところか。なるほど。そりゃいいな。ああ。では以後その新型ヘリはハインドと呼ぶことにしよう。ヘリポートに駐機しているハインドはおそらく整備中だろう。飛び立つ心配はあるまい。破壊するなら今のうちかもしれんな。なるほど。ハインドの名付けが。ここでしたね。中継基地にたどり着いたようだな。気をつけろ。そこは敵の拠点だ。当然警戒も厳しい。だがここを突破しなければクレバスへはたどり着けない。その通りだ。洞窟につながるクレバスはそのエリアの北だ。なんとか敵の警戒網を突破して北へ向かってくれ。おい。エヴァが言った通り未知のジャングルを夜間に行動するのは極めて危険だ。私のいた SAS でも日が暮れる前に拠点を構築し、夜が明けるまで待機するのが基本だった。廃工場で夜を明かすことができたおかげで作戦を進めやすくなったということだ。エヴァに感謝しろ。特にないかな。少佐、エヴァが言っていた誘惑とは？旧約聖書創世記ではイブに知恵の実を食べるようそそのかしたのが蛇だったとある。神の教えに背き、禁断の果実を食べたアダムとイブはエデンの園を追われることになる。人間を現在へと導いたのが蛇というわけだ。確かに俺はバーチャスミッションで脇腹の骨を折った。それで生まれたのがエヴァとでも。だがアダムに禁断の果実を勧めたのはイブだ。協力関係にあると言っても彼女は KGB の人間だ。油断するな。もちろんだ。めっちゃ会話がある。スネーク、まず優先すべき任務はソコロフの救出だ。ソコロフは研究所にいるという話だろう。研究所へ向かってくれ。うん、わかった。研究所へのルートは覚えているか？エヴァが言ってた？そうだ。当然だろう。行ってみろ。調査、俺が忘れたと思ってるのか？いいえ。まず北へ向かう。うん。北へ向かうとクレバスがある。それから、もう一度確認しておこう。まずそのジャングルを北に向かえ、北にあるクレバスから洞窟に入るんだ。洞窟を奥へ進めばマングローブが生い茂る水路に出る。水路を北へ進めば倉庫に行き着くはずだ。上陸して倉庫に入ってくれ。倉庫に侵入したら北へ通り抜けるんだ。そうすればまた森に出る。研究所はそのすぐ北だ。分かったか？ああ。スネーク。分かってる。まず北へ向かえばいいんだろう？うん。スネークはちょっとそういうとこ苦手なのかもしれないね。で、ここの、ちょっと聞きたかったことが聞けなくて、基地あるじゃないですか、こういう。で、こういう基地で、あ、ちょっと待って、あっちにいるわ、まだ。こういう基地で、まあ、食料とか、あとは武器とかいろいろこう、保管庫があるんですけども、そういう、場所を破壊しておけば、あたり一帯のこう兵士が、いわゆるみたいな、確かね、話があったと思うんですよね。だからそこら辺のなんかこう話聞きたかったんですけど、聞けずということで。まあいいや。それ確か、多分そうだと思うんで、やっていきたいと思います。まあ、持ってるよね。一応装備は。確かグレネードがあったと思うんですけど。火炎グレネード、火炎瓶かな。グレイも淡いや。グレネードポイって投げて、壊していこうか。で、これがなんだ、通信施設かな。危ない危ない。だから壊せば通信ができなくなるとかあったかもしんない。ちょっと狙ってみようか。だよね、これ。多分通信だから。グレネード持って、逃げる。普通に人いるじゃん。あ、来ないんでよかったよかった。普通にいましたね。あれ、でも通信切ったと思ったんだけどな。これはなんだ？めっちゃ銃声してたのに気づいてなかったんだ。もう勘弁してよ。はい。で、ここはなんだ？武器庫か。あー、なるほど。グレネード、スタン、TNT! はい。爆薬が大量にあるね。これも、壊せるかな？ちょっと見てみようか、こうやって。ほい。どうだ？あれ？違う？なんかあったよね。どうだったっけな？とりあえずハインドは壊しとこうか。違う。グレネードだからダメなのかな？じゃあ TNT に変えてみようか。TNT 装備して、四角で設置で、丸で。はい。映画かっつって。うわ、ちょっと待って、めちゃくちゃ重い。なんだ。すごいね。映画かって。じゃあここも TNT でいけるのかな。ちょっとネズミさんがいる。かわいそうなことになってる。じゃあ、俺を、ちょっと離れようか。うわ。そっか、TNT じゃないとダメなんだ。これ何？ラット。マウストラップ、OK。なるほどね。爆薬じゃないと、破壊しきれないんだね。了解。ん？これどうだ？怪しいな。これダメか。ダメっぽいね。食料と弾薬武器庫か。ですね、今んとこ。はい。ここでか。やはり来たな。ザ・ボスの情報は確かだ。お前は俺の顔に二度も泥を塗った。コブラ部隊には悪いが、お前はこのオセロットがもらう。お前たちは下がっていろ。二人っきりだ。邪魔する者はいない。オセロットは気高い生き物だ。本来群れることはない。12発だ。いいか、今回は12発だ。さああ、ちょ、待って。伝えていこう。オセロットっすね。で、やたら12発っていう、なんか自分に言い聞かせてんのかなわかんないけど。このまあ、クレバスを、挟んで、戦うことになりますと。で、ちょっと装備変えとこうか。いや、いいか。装備はいいや。2個でいいや。この、MK2 でやっていきましょうか。一応こいつは非殺傷で。で、まあ普通にやっていけばいいのかな。長弾って使ってくるっけ。いた。難しくね？嘘。で、この、なんだあれ。羊がいるんだけどこのなんだクレバスの前に行くと決闘が確かできるんですよね。逃がしはせんぞ。ちょっとそこら辺狙っていこうかと思いますけどもやるな。聞いたか。まだか。この緊張感、チェンジ到底味わえない。リードほどタイム、こんなにも息吹をね感じてますね。まあ、じゃあ普通にやろうか。とりあえずしばらくやってみようか。普通にでこれ蜂の巣なんで、あーやべ、8、どうだ。オッケーオッケー。今。一発しか入んないか。ん？帽子が。はい。決闘はできない？レボリューションぐらいいかないとダメかな。リロードがレボリューションいかないとダメかなダメか。これ難しいな。緊張感。これをちょっと無線入れてみようか。スネーク、先へ進むには戦うしかないぞ。オセロットを倒すんだ。そのクレバスを飛び越えることはできまい。格闘戦は無理だ。君も銃で応戦しろ。遮蔽物に隠れながら奴の隙を伺い、主観攻撃で攻撃するんだ。はい。奴はリボルバー式拳銃を使っているんだな。リボルバーは弾丸を撃ち尽くすと再装填に時間がかかる。リロードの隙を狙って攻撃するんだ。うん。オセロットは強敵よ。逃げられるとは思わないで。先へ進むには彼を倒すしかないわ。オセロットは長弾を使って遮蔽物に隠れた標的も撃ち抜くって話。木や岩の影も安全じゃないわ。いつまでも同じ場所に隠れていたら的になるだけ。一箇所にとどまらないように動きながら戦って。難しくね。オセロットはなぜか帽子にこだわりを持っているらしい。帽子を打って飛ばしてやったら隙を作れるかもしれないわ。うん、今やったね。カイロを山猫部隊に立たれたのね。彼らはオセロットの忠実な部下よ。オセロットが手を出すなど命令しても、隊長が危なくなったら援護してくるかもしれないわ。山猫部隊に攻撃されたら、グレネードか何かで応戦して。マジでグレネードか。オセロットは長弾を使う。オセロットは長弾を使って攻撃できるのか。ならば遮蔽物の影も安全ではないということだ。同じ場所にとどまれば長弾攻撃の的になるぞ。気をつけろ。これってエヴァの無線を聞いた上での反応なのかな。だとしたらめちゃくちゃ細かいんだけど、どうだろうね。スネーク、クレバスに落下したら命はないぞ。間違ってもローリングで飛び込んだりするなよ。しねえよ。いや、するかもしれない。オセロットが死角に隠れても木の上からなら狙えるはずだ。奴が隠れたら木に登って攻撃するといい。うん、スネーク。オッケー。やっていこう。待って。まだあるね。パラメディック全部聞いていこうもん。あ、違う。そこには蜂の巣があるみたいね。蜂の巣が落ちると中にいる蜂に襲われるわよ。蜂に襲われたらサバイバルナイフを振り回したり、スモークグレネードを使って追い払って。白っぽい服を着るのも効果的よ。蜂の巣はオセロットの方にはあるわね。それを落とせばオセロットに隙を作れるかもしれないわ。狙ってみて。おい、パラメディック、どうしたの？怪我？いや、じゃあ蜂が離れないんだ。蜂？ああ、さっきから頭の上で8の字に飛び回って離れない。なんだかわかるか？8の字ダンスは蜂が食料を見つけた時のサインだけど。食料？ええ、花の蜜とか。どういうことだ？わからないわ。でもその蜂から攻撃されているわけではないでしょ。放っておいていいと思うわ。それよりオセロットを何とかする方が先でしょ。そうだな。負けないでね。当たり前だ。ん？なんだ、8の字ダンスってなんだ。奴が使ってるのはシングルアクションアーミー45口径の6連装リボルバーだ。だがリボルバー式拳銃は弾丸のリロードに手間がかかるという欠点がある。リロード中はオセロットも無防備になるはずだ。その隙を狙ってくれ。うん。奴はシングルアクションアーミーを2丁持ってる。相弾数は計12発だ。画面の残弾数をよく見て、リロードのタイミングを見極めてくれ。画面？奴が使ってるのはシングルアクションアーミー。ああ、これは聞いたか。聞いたね、オッケー。オセロットの拳銃は強力な弾を使っているんでしょ。狙いも正確だから重傷になることも多いはずよ。重傷を負ったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療しなさい。いいわね。ああ、そうなんだ。そんなこともあるんだ。重傷や火傷のような重傷を負ったらライフの最大値が減ってしまうわ。重傷を負ったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療するのよ。スネーク、近距離で攻撃を受けると重傷になる危険性が高くなるわ。接近戦を挑むときは注意して。重傷を負ったらすぐにサバイバルビュアーで治療するのよ。はい。で、決闘ってどうやるんだっけ。こっちもなんだ、リボルバー持ってないとダメとかかな。でもないよね。待ってね。リードの買い物。何も息吹。息吹がどんどん言ってるね。来ないかな。あ、来た。そうでなくては。来たね。勝ちたいけど。始まってるの今。バカめ。ダメか。ダメか。合図がないからさ。何それ。ちょっと待っちゃったよね。もうやんない？こんなにもリロードタイムが絶対に動揺をもたらすのか。もうやらない？ああ、やべ。多分怒ってるよね。やべえ、どうなっ、あ、ちょっと今重傷負ってない？お耳。どうすんの？出血、包帯、消毒？消毒。止血。OK？ 包帯。お、回復ってどうすんだ？体力の回復って待つしかないのかな。もうやらない感じ。あ、来た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 ね。これでこそ決闘。立ち止まってからだよね多分。勝っちゃったくそ、見つかったか。邪魔が入った。また会おう。